ミニオちゃんです。今日はですね、ミニオンに関するいろんな疑問を答えていきます。ミニオンはバナナからできた？結果から言いましょう。できてません。これですね、映画のミニオンズ見ていただいたらわかるんですけど、ミニオンは恐竜よりはるか昔に海から生まれたって言われています。ちなみに僕は、はるか宇宙の、そうだな、ここから例えば400光年ぐらい先、身長はどのぐらい？これはちょっとね、キャラクターによってちょっとバラバラなんですけど、平均だいたい70センチぐらいって言われてますね。ちなみに僕は今までずっと155センチだったんですけど、今年身長測ったら154センチになってました。ミニオンは何語を喋る？ミニオンはですね、英語とか日本語とかスペイン語とか中国語とか、まあ、あらゆる言語がごちゃ混ぜになって喋ってるんですよ。で、例えば日本語であったら、まあ、天ぷらとか乾杯とか焼き鳥とか言ってるシーンがあったりするんですよ。ちなみに僕はたまにポンコツな日本語を喋るため、ニワちゃん語と、日本語を喋ることがあります。ミニオンはどのぐらいいるの？これはちょっとね、公式には発表されてないんですけど、まあ、僕は今度ミニオンのその数を数えてみたっていう検証動画するんで、またね、見てください。ちなみに、僕の数は、世界に一人だけ。はい、ということで今日はですね、ミニオンに関する様々な疑問を答えていきました。これがね、ちょっとね、面白かったなと思ったら、またね、次回作、またするんでね、また見てください。